使いと星降るには、星に。まあ、都バッキアに存在しないタイプの魔法使いが存在する現代世界で、魔法使いとしての才能を JK になる寸前に発見された主人公は、魔法使いを正しく育成するための学園であるホグワーツ魔法学校に入学する。そこは幼少期から魔法使いになる人族が入るという感じの学校なので遅咲きの主人公は英語も難しいとか、幼稚園児がやるタスクもこなせないと不安になっていたら庭師の人族におかぼれするという漫画。この JK がどういうバックグラウンドを持ってるか知らないけど、何ヶ月かの訓練で外国語をほぼマスターしている時点でクソすげーのぜ。説明がはしょっているのと外人とアジア人の作画を書き分けられるような竹彦井上レベルじゃないからあれ？もしかして外国って設定？ってなるし、英語とか難しくてよくわからないって伝えられている時点でクソすげーのぜ。リスニングなんかパーペキだしね、ありえないくらい頭いいよ。例えばムカつくって外国語で言える？って話で、多分ムカつくって単語すら言えないよね。これを、お前の態度がムカつくって文法になんか、1年語学を勉強しても多分できない人族が多いと思うよ。なのでこの JK はクソすげーのぜ。シナリオの強制力によって、クソ強でメンヘラに執着されているイケメソ使い魔を自分の使い魔にすることに成功した主人公とイケメソとの魔法バトルラブ漫画が始まる感じの漫画。